最大の理由は強い相関関係が見られます。ライオンの今後の株価。こんばんは。ふくりでふえるです。今回のテーマは、ライオン。株価の今後はぜひ最後まで聞いてください。まず、ライオンといえば、歯磨き。次に、ライオンの株価推移を見ていきます。2013年から20年まで順調に上がっていたライオンの株価。 昨年21年から下落し始め、今年で下落2年目となっています。なぜ株価は下落しているのでしょうか理由は、利益の推移なんです。2013年から20年まで、ライオンの利益は上昇傾向でした。しかし昨年21年度は現役決算。しかも、今二22年度も現役見込みなんです。ライオンの場合、利益の推移と株価の推移に、 強い相関関係が見られます。では、ライオンはなぜ現役になってしまったんでしょうか最大の理由は、原材料費の高騰です。本来なら、原材料費高騰の分だけ値上げをしたいところですが、競合他社との競争があるのでできていません。結果値上げによる売り上げ向上の影響よりも、原材料費の高騰の影響の方が大きく、現役。 となっています。原材料費高騰。理由はとても複雑なんです。例えばコロナによる供給体制の混乱、石油価格の上昇、物流費用の高騰などなど。だから、原材料費の高騰はライオンではコントロールできません。ただ、原材料費の高騰分を価格に転嫁できない理由の本質は、 単純。国内の生活用品市場の成熟です。市場全体が伸びていないので、値上げがそのまま市場シェアの減少につながってしまうからなんです。であれば、成熟を前提に株価を検討しなければなりません。ライオンの株は利益の19.6年分。ライオンの株はむしろまだ割高と言えそうです。 まとめると、原材料費の高騰で減益中。市場が成熟しているので、原材料費高騰分の値上げはできない。しかし、株価は全体平均より割高の水準。ということで、ライオンの今後の株価、増える個人的には、1267円まで下がると予想します。以上です。 最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。幸運を